プレゼントキャンペーン結果発表。さらーむごきげんよろしゅー。どうもランプの暇人ことあらじまランプです。初の横動画ということで、まあ、新鮮な画角ではありますけど、今日は何をしていくかというと、 Amazon ギフト券の当選者発表をしようと思います。3つの願いを叶えるプレゼントキャンペーンということで、3つねプレゼントキャンペーンを企画していまして、そのうちの1つ目の結果発表、2つ目と3つ目についてはちょっとこれから開催をするっていうことで、動画の最後の方にね、ちょっとお話をしようかなと思うので、ぜひ最後まで見てください。で、まあ、1つ目のプレゼントがね何だったかっていう話を先にしておくと、はい、こんな感じの Googleフォームで募集したものなんですけど、3つの願いを叶えるプレゼントキャンペーン、1つ目の願いっていうことで、プレゼント内容が Amazon ギフトコード1万円分で、総額なんですけど、チャンネル登録者数かける10円ということで、でその分だけ Amazon ギフト券1万円分を最小単位として配るというようなプレゼント企画でした。なんですが、まあ、これ一応ね、フォームの方は3月の15日23時59分の時点で、締め切ったので、それ以降の人はまあ応募できないようになっているんですけど、まあ、その3月15日初配信時点でチャンネル登録者数がどれぐらいだったかっていうのは正直あんま覚えてないんですけど、まあ、今現在ね、動画撮ってるタイミングでも733人ぐらいかな、ありがたいことに登録していただいてるんですが、これに10をかけて、計算してみると7330円と、最小単位の1万円に届かなかったので、じゃあなしにするのかというと、まあ、それもね、違うかなということで、今回応募してくださった方の中から1人の方に1万円をね、プレゼントしようかなというふうに思います。でこれね、一応フォームがこういう感じになってまして、チャンネル登録したアカウントに紐づいた Google アカウント、まあ、これ基本的に Google のアカウントで登録してるはずなので、まあ、Gmail アドレスあるでしょうという想定で、やってるので、まあ、連絡を取る用のね、Gmail アドレスをここに載せてくださいね。あとはチャンネル登録したことがわかる、まあ、スクリーンショット、それから、最後にその注意事項を読んでいただけましたかっていう、まあ、その3つかな、答えるところがあって送っていただくというような感じなんですけど、まあ、ここ見ていただいたらわかる通り、回答が37件ということで、37人の人が応募してくださいました。ありがとうございます。なんですが、ちょっとね、この Google アカウントというか Gmail のところ、Gmail アドレスを載せてくださった方がほとんどなんですけど、中にはね、他のメールアドレスだったりとか、なんか、アットマークなんとかみたいな、あれは何のユーザー名なのか、ちょっと Twitter なのか、何なのかわかんないんですけど、っていうようなね、ものを載せてくださった方もいらっしゃって、ちょっと非常に気持ちはありがたくてですね、スクリーンショット自体は確認させていただいたので、まあ、チャンネル登録していただいたんだろうなっていうのはわかるんですけど、連絡の取りようがないということで、ちょっと今回除外をさせていただければと思います。で、 Gmail アドレス以外を登録してくださった方も中にはいて、 Yahoo であったりとか、ソフトバンクとかね、キャリアのメールとかね、いうのもあったんですけど、これね、ちょっと調べました。 Google アカウントっていうか YouTube のアカウントが Gmail なしで作れるのかというのを調べたところ、どうやら作れるらしいと。なので、この Yahoo だったりとかね、そういったものを載せてくださった方に関しては、今回はそのまま採用という風にさせていただきました。で、今回ね、これをやるにあたって、こういったルーレットを作成しました。非常に簡易的なものではあるんですけど、ここにいい番号が載っていますね。これがさっきの Google フォームと、まあ、紐づいていると。ここで当たった番号の人のところに、ちょっと、ご連絡をね、させていただければと思うんですけど、さっき言った対象外となるアカウントに関しては、非常に申し訳ないんですけど、ちょっと除外をね、させていただきました。わかりやすいところで言うと、まあ、早速1番がないんですけど、いの1番に応募してくださった方、ちょっと申し訳なかったですね。お名前だったりとか、ああいうのがそこに書かれていたので、ちょっと連絡が取れないということで、除外をしたというような形になります。で、残っているのが、何人ぐらいかな ?30 ちょっとぐらいはいる気がするので、30分の1ぐらいのね、確率で、この中の人が1万円が当たるという、まあ1万円結構大きい額なんでね。これから4月とかになったら、結構こう、新生活とかが始まってね、いろいろ欲しいものも増えてくるでしょうと。まあ新生活応援みたいな感じで、いろんなね、電化製品とか、続々と安くなっていたり、新しいモデルが登場したりとか、なんかそういう時期なんでね、ぜひ有効にこの Amazon ギフト券使っていただければなというふうに思うんですけど、ちょっとね、早速やっていきましょうか。あんまりね、うだうだ喋っていてもあれなので、じゃあちょっと結果発表の方をさせていただこうと思います。ではクリック。さあ誰が当たるでしょうか。何が、あ、目チカチカするな、このルーレット。さあ何番だ、何番だ。お、あ、9番 !9 番の人、じゃあちょっと見に行こうか。ちょっとじゃあこの回答のところ個別で9番。みんなには見せれないところが多いんですけど、個人情報なんでね。9番の方、ちゃんと Gmail アドレスが載ってます。チャンネル登録したことが、わかる画面ですね。チャンネル登録していただいてますね。この時は、まだ81人だったんだって。9番って、だいぶね、番号としても若いもんね。いやー、ありがとうございます。ちょっとじゃあこの方に、これからメールをして、Amazon
ギフト券をですね、ギフトコードかな、プレゼントさせていただこうかなと思います。いや9番の方っていうのも自分は9番だなっていう、まあ、自覚はないと思いますけど、おめでとうございました。ぜひ当たったよっていうのも Twitter とかで、言っていただけると嬉しいですね。でこれからまあプレゼントキャンペーン2つ目3つ目の話もしようかなと思うんですけど、これねどうしようかなと思っていて、っていうのも当たったよとかっていうのをさ拡散してほしいわけなので、まあ嫌な人は全然いいんですけど、応募条件に入ってないのでいいんですけど、せっかくだったらねそういうのをプレゼントキャンペーンとかねやってるよっていうのをたくさんの人に知っていただけたらなというふうには思うので、まあハッシュタグをねなんか作ろうかなと思っていたんですけど、決めました決めました。結論から言うと、まあこれがいいんじゃないかなっていうのを決めたので、発表をします。これから行うプレゼントキャンペーンに関してはハッシュタグランプレこちらで、いろんなね投稿していけたらいいかなというふうに思います。すぐタンプレみたいなねタンプレみたいなノリで、ランプレ、ランプのプレゼントっていうことですね。自分で解説するのも恥ずかしいですがということで、改めて9番の方にはこれから、メールをさせていただくということで、じゃあ2つ目3つ目のね、これから行うプレゼントキャンペーンについてちょっとお話をしようかなと思います。まず2つ目については、こちらはツイッターで、行いたいなというふうに思ってます。どういうふうにするかというと、まあツイッターのねプレゼントキャンペーンとか検証系のツイートとかっていうのは結構多くあるのかなと思いますが、まあそれと大体同じような感じで、フォロー&リツイートでギフト券1万円分が当たるよっていうキャンペーンをやろうかなと思ってます。ちょうど画像作ったのですね、これ見ていただいた方がわかりやすいですね。こんな感じで Amazon ギフト券、もしくは Google プレイカード、もしくは iTunes カード、まあ、iTunes カードっていうのもApp Store でも使えるやつですね。この3種類のうちからどれか自分の好きなものを1つ選んでくださいと当選発表して、見事当選された方に DM を送らせていただきますと。でその DM を送った先で、どのギフト券がいいですか、どの種類のギフト券がいいですかっていうのをお聞きするので、そこで答えていただければ1日2日ぐらいで僕は買ってきて、コードを改めてね送るので、コードを入力してね1万円分手に入れていただけたらなと思います。これを10名様にプレゼントなので、総額10万円という、まあ、プレゼント企画の中ではまあまあ中から大ぐらいのね規模なんじゃないかなと思うんですけど、まあこちらをやっていこうかなと思います。期間はですね、ツイートをちょっといつしようかなって悩んでるんですけど、3月の25の土曜日ぐらいを今は想定していて、で終了が4月の2日の日曜日の23時59分というような形でできたらいいかなと思います。なので土日を2回挟む形です。挟むっていうのかな、土日を2回含むというような形でぜひねリツイートしてやっていただけたらなと思います。まあ本当はクラファンの時期に被らないように やろうかなと思ってたんですけど、今ねツイッターの方で、カラオケ館のポスターに乗れるよ、全国のポスターにね、乗れるよっていうキャンペーンをやっていまして、ぜひ対象のツイートをリツイート、そして、引用リツイートもぜひしていただきたいなと思うんですけど、まあそういったツイッター上でのキャンペーンっていうのに参加している関係で、まあツイッターでの認知をねバッと広めたいというのがあったので、このタイミングでね行うことにしました。なのでちょっと3月は個人的に盛りだくさんなんですけど、まあいろんなことをやりたいことがこう溜まっているので急ピッチでねやっていこうかなと思います。それから3つ目に関しては、これはまだもうちょっと先の話になるかなとは思うんですけど、 YouTube ライブ上ですね、配信上で Amazon ギフト券のそのコードの番号みたいなのをね何の前触れもなく急に画面に出しますとで、まあ早い者勝ちでね一番最初に入力した人が1万円ゲットできるよみたいな、まあなんか条件付きでできたらいいかなと思ってるんですよね。ガイドラインとかにこう違反するとあれだなと思ってるんで、またちょっと調べなきゃいけないかなと思うんですけど、例えばこうゲームをやってて、キルされた分だけ、かける1万とかね、まあ僕あんまりそのエーペックスみたいなそういう類のゲームやんないんで、そのキルされたらとかっていう条件が例えば俺の好きなのというとモンハンやってて、おつったらその都度1万円が加算されていくみたいなのでもまあ面白いのかなと。ちょっとまあゲームの趣旨とは離れちゃうんで、そのガイドライン的なのがね、どうなってるかっていうのはちょっとまだ確認の余地があるなっていう話ではあるんですけど、なんかそんな感じで YouTube ライブ上で、できたらいいかなと思います。まあ配信の方はこのプレゼント企画に関わらず基本的には毎日配信をしているので、まあ歌歌ったりとかね、ゲームやったりとか、これからもっとそういうなんかいろんな企画とかね、あとはあれかマシュマロを読んだりとかね、みんなから寄せられた匿名で、寄せられた質問だったりとか、応援メッセージとかそういうのを読むよっていう配信とかもしてるので、ぜひ遊びに来てください。基本的に夜の10時ぐらいからやってることが多いかな
と思います。まあたまに朝活だったりとかね、まあ夜できないよっていう日は昼やったりとか、まあなるべく毎日どこかしらの時間では配信しようかなと思っているので、ぜひまたそちらも遊びに来てください。まあいずれにしてもね、その2つ目のキャンペーン、3つ目のキャンペーンみたいなこうプレゼントキャンペーンやるときには何かしらツイッターで案内をするかと思いますので、ぜひツイッターのフォローをよろしくお願いします。それからまだね YouTube の方をチャンネル登録してないよっていう方はチャンネル登録と、それから高評価の方もよろしくお願いします。この第2弾ですね、ツイッターのキャンペーン、プレゼントキャンペーンの方が好評で10万円例えば払う価値があるなとこれはやってよかったなというふうに思ったら、第2弾第3弾やっていけたらいいなというふうに思うので、まあ検証系とかね、最初全然その僕に興味なくてもいいので徐々に引き込んでいこうかなと思いますので、プレゼントキャンペーン見るためだけでもいいので、ぜひフォローとリツイートしていただければ嬉しいなというふうに思います。じゃあちょっと思ったよりもね長々と喋ってしまいましたが、今回のね企画プレゼントキャンペーン第1弾はこれにてね終了とさせていただこうかなと思います。9番の方改めて本当におめでとうございました。そしてご応募くださった37名の方本当に本当にありがとうございました。ぜひこれでね終わった終わったつってチャンネル登録外すのではなく、これからもそういったプレゼントキャンペーンやりますし、いろんなね楽しいコンテンツ毎日出していこうかなと思うので、ぜひさらなるチャンネル登録、それから、高評価ですね、よろしくお願いします。まあ再三のお願いになって申し訳ないですけどね。それから、まあ配信の方もぜひ顔を出してみてください。ではこの動画はこれにて終了とさせていただこうと思います。これからもね、こういう横画面でのなんかこう企画系のね、動画もできたらいいなと思うので、また楽しみにお待ちください。ではでは、じゃあねー、おつらんぷー、バイバイ。